皆さん、こんにちは。週刊手帳術の著者、海野隆です。今日の雑感はですね、感じた時に書くという、そんな話をするんですけども。ちょっとある記事を見た時に、と思ったんですけども。これ読書術って言えばいいんですかね。私自身、本に、付箋を貼って、管理をしているんですけど、付箋を貼る瞬間ってどういう時かというと、なんかこう本を読んでいて、感じた時に、もう その本にメモを取るんですけども、その、感じてメモを取るっていう、その行為そのものが、もう、メモをする瞬間であって、で、付箋を貼るっていう行為は、その後というか、結果というか、そのメモが書いてあるから、そこに付箋を貼ってるとか、マーカーを引いたから、それが大事なことだったら、大事なことという、ことを感じたから付箋を貼る。まあその文章そのものです。だったりするんで。だから、付箋を貼って後から考えるという、そういう行為とはちょっと違うんですよ。で、まあその付箋を貼って後から考えるってなった時に、果たしてね、それをもう一回思い出せるのかなっていう、ちょっと疑問に思ったというところなんですけども、まあ実際ね、当人にそれを聞いたわけじゃないから、わからないじゃわからないし。で、まあ、それでもなんかこう、考えなきゃいけないことだとしたら、まあ、それは、それで、別の時間に考えればいいことなんでしょうけど。ただ、最初に言った通り、最初に思ったことを思い出せるかどうか、とか、まあ、私だったらメモを取っておいて、で、その時、また別の機会があったら、もう一回考えるとか、本当にそうだったかとかっていう、検証するとかっていう、そういうことに当てた方がいいから、後で考えるっていうよりは、進み具合が遅かったとしても、やっぱりその場でメモを取らなきゃいけないんだったら、メモを取らなきゃいけないし、で、後でもう一回考えるんであれば、まあ、その時はその時で、また別の考えが浮かぶかもしれないから。その場で、メモを取る。感じた時に感じたことを書くというのが、まあ、本来の原則じゃないかなというふうに思われますということです。確かにその本を読み進めるっていう意味では、付箋を貼っとくっていうのは大事なことではあるんですけど、ただ、なんであったっけなって、なんか私は後でそうなるような気がしてならないので。マーカー引くなり、メモを取るなりということをその場でした方がいいんではないかなというふうに私は思いました。今日の動画は以上となります。最後まで視聴いただきありがとうございました。海野隆がお送りしました。それでは。